西鉄200系電車は、かつて西日本鉄道が所有していた、路面電車路線向けに製造された電車。当初は、大牟田市内線用に製造されたが、需要の影響や、路線廃止を受けて、各地の路面電車路線で使用され、最終的に全車とも、福岡市内線に集結した。西鉄大牟田市内線は、1927年12月に、大牟田電気軌道によって開業し、 九州鉄道への合併を経て1942年以降は西日本鉄道が所有する路線となった路面電車である。開業以来同線には小型の二軸車が使用されていたが大部分の区間が単線だったことも重なり戦時、体制下で急増する需要に追いつかず、西鉄に統合された時点で輸送力は限界に達していた。そこで西鉄は 当面の対策として二軸車の機器を流用した大型車体のボギー車を製造することを決定し、木並み車両に発注した。これが後に200型と呼ばれることとなる車両である。反抗性の両運転台車体を有し、製造当初は車体前後に加え中央部にも乗降扉が設置されていた。枕羽、軸羽ともにコイル羽を使用したバーフレーム台車も木並み車両製で、 車輪径が 760mm と大きかったことや、手電動機を二軸車から転用したことから、車両は高い式となり、上高扉のステップ付近から台車中央部にかけて、床に傾斜が存在した。前日の通り、大牟田市内線の輸送力増強用として1943年から1944年にかけて13両が製造されたこれらのボギー車であったが、 当時同じく西鉄が所有していた路面電車路線の福岡市内線も在籍するに、軸車だけでは需要に追いつけない状態となっており、給料については福岡市内線に配置がなされ、大牟田市内線に導入された車両は4両に止まった。これらの車両には当初1桁の番号が与えられており、両線にとって初のボギー車となった。終戦後、 福岡市内線向けのボギー車である501系、551系の導入が開始されたことに伴い、1948年に、同線で使用されていた4両が、大牟田市内線に転属し、残りの5両についても、路面電車路線の福島線に、初のボギー車として転属しに軸車を置き換えた。また、同時期に、車両番号も200番台に改められた。そして、 1952年1月をもって、大牟田市内線が全線休止となったことに伴い、同線に残っていた8、同線では、終電装置として、ポールを改造したビューゲルを搭載し、性能についても、主電動機の新造品への交換、歯車比の変更により向上した。そして、1958年11月に、福島線も廃止となったことで、200型は、 福岡市内線の木造ボギー車を置き換えようとして再度、福岡市内線へと転属した。1959年以降再度福岡市内線で運用されることとなった200型は、終電装置のパンタグラフへの交換や中央部の乗降扉の撤去及び窓の増設など、他社と仕様を合わせる改造が実施された。また1962年以降は、内装の更新工事を受け、 照明も白熱灯から蛍光灯へと改められた。さらに1968年から1969年にかけてワンマン運転への対応工事が全車に対して行われ、全面の通風口やワイパーの側面の方向膜、スピーカー、車内の案内装置の設置など各種改造が実施された。だが、利用客減少により、 福岡市内線は1975年10月に実施した第一次廃止から段階的に路線を廃止していくこととなり、200型についても第一次廃車に合わせて全車廃車され形式消滅した。以降は一部の車両が保存され、そのうち204は山口県光市に受け渡され市立図書館に置かれた。当初は閲覧室として利用されていたものの、老朽化により利用終了となり、以降は 現地で生態保存され続けていたが、解体も検討されるほどに老朽化が進行していた。その事態を受け、残存する唯一の大牟田市内線車両である204を里帰りさせるべく結成された204の会によって2011年に引き取られ市内のうどん店の敷地内へ移設された。以降は製造当初の濃淡青色への塗装復元を伴う修復が実施され、 2012年からは不定期で、社内公開も行われた。その後、大無田駅西口のにぎわいづくりの一環として、移転されることとなり、西鉄築子工場で再整備や戦後塗装への再変更を受け、2019年からは、同駅西口広場で保存されている。また1985年の時点では201も、 橋花園で保存されていたが、老朽化が進んでいたこともあり2019年現在は存在しない。AB 朝日新聞社1973、P180 から181、ABCDEE 島岩尾、谷口義多田荒川義尾1985、P127、AB 朝日新聞社、日本の路面電車車両所現表、世界の鉄道昭和39年版、 1963年、178から179ページ。土井、10.11501、245万6138。ABCDE 島岩尾、谷口義忠&、荒川義雄1985、P138、山本坂のネム&、松本勝弘1982、P110、ABCD 楢崎広安2002、 p170abe 島岩尾、谷口義忠荒川義夫 1985p135 から136西日本鉄道大牟田市内線2 0 0系2 0 4号西鉄ウェブミュージアム西日本鉄道2019年12月27日閲覧大牟田駅西口をもっと楽しく広報大牟田大牟田市 2019年12月27日閲覧、E 字マイワオ、谷口義多荒川義夫 1985P140、ありがとうございます。